ふざけやがっててめえ、ミュウに近づくなって言ってるだろうが、てめえの勝手で汚ねえわがままにミュウを付き合わせるんじゃねえ。お兄ちゃんやめて、もういい、もういいから、死んじゃう。すごい田舎、コンビニすらなさそう。こんなところに住まなきゃならないなんて。都会は騒々しかっただろう。むしろミユにとってここの方がいいはずだ。ここならもう変な奴は現れない。安心だろ。都会から来たやつは変なの。変じゃない、変って言う方が変だし。ねえねえ、その飾りどうなってんの？見せて。やだ、触んないでよ。ごめん。泣かせだ。都会のやつって最低だな。違うのに。ねえ、またミュウちゃん変なこと言ってたよ。裏山のたたりとか。今時そんなの誰も信じないのにな。あいつただの変人じゃ。だよ、変人に変人って言って何が悪いんだよ。どうせ聞こえてんだろ、ミユの変人、変人。おい、え、なんだよお前。なんで。よし、もう大丈夫だ。ミュウ、ミュウを傷つける者は俺が消す。だから。お兄ちゃんは暴力を振るいたいだけでしょ。主はどこにいる？知らない。本当だ。し。ああ。
いつも外れか。しかし繊維のないやつまで殴ることねえだろうに。文句があるならついてくんな。ありませんよっと。まったく。行くぞ、ドラクモ。はいはい、次はどっちに向かうかね。タクマ、ダメだ、カイトはまだ戻ってない。そうか、どこに行っちゃったんだろう。カイト君たちがいなくなっていることに私、どうしてすぐに気づけなかったのかしら。もっと私が周りをしっかり見てれば、こんなことにはならなかったかもしれない。カイト君、どこに行ったの？どうして消えてしまったのかしら。もしかして、敵に捕まっちゃったとか。サキさん！ごめん。でも悪い事態になってる可能性も考えなきゃでしょ。死んでるとは思いたくないから、それ以外で。だけど幻を見せた私の責任だ。あの子が姿を消したのは私のせいだ。すまない。ハル…じゃない…レナモン…その姿は…正体は分かっちゃってるんだし、わざわざ春の姿でいることもないんじゃない。もう随分と長くこの姿でいたからな。当たり前になっているんだ。それにこの姿でいたからこそ見られたみゆきの表情というのもあったから。みゆきがまたそばに戻ってくるようにという願掛けのような気持ちもある。レナも構わないか、教授。ああ、君がそれでいいなら私としても構わない。そっか、分かったよ、レナモン。話を戻そう。今はあの子、カイトのことだ。主との取引を完遂するため、私は幻でお前たちを追い詰めた。お前たちの心を追い詰め、霧に飲み込ませる。それを目的に動いていたんだ。だからきっと幻の中にカイトにとって耐え難い記憶があって、それで耐えられなくなって飛び出してしまったということ。だとしたら困ったことになった。目的があっての行動なら行き先を推察することもできるんだが、もし衝動に任せた行動ならカイト君が今どこにいるか手がかりも何もなくなってしまう。そんな、じゃあどうしたらいいの？すまない、私のせいだ。責めはいくらでも受けよう。みゆきのためになると本気で思ってたんでしょ。あなたの行動の理由理解はしてるわよ。私だって葵のためになると信じてたら同じようにするかもしれないわ。うん、それに今は誰のせいとか言ってる場合じゃない。ではタクマ君、どうするというのかね。どうするって、それは彼を探すのか、それとも前に進むのか。あまり時間は残されていないと思うのだが。前に進むって、残った我々の脱出を最優先する。当初の作戦通りみゆき君を取り戻すということだ。そのためにはカイト君を諦めるという辛い決断をしなければならないが。待って、そんな、それはありえないわ。仲間なのよ。ちゃんとカイト君を探し出してみんなで一緒に帰りましょうね、みんな。ねえ葵ちゃん、
言いにくいんだけど、教授の言ってることそこまで大きく間違ってるわけじゃないと思う。サキさんまでそんなこと言わないで。私だってカイトに無事でいてほしいし、一緒に元の世界へ帰りたいよ。でも今のカイトがそれを望んでるとはあんまり思えなくて。だから頭ごなしに言うんじゃなくてさ、教授の意見も検討はしてみようよ。でもそれでも私はカイト君を見捨てるって選択肢は取れない。ちょっといいかな。何か思いついたのか。思いついたってわけじゃないけど、カイトと一緒にドラクモンも消えたろ。きっとドラクモンは今まで通りカイトを守ってくれてる。そうだろうな。守る気がなかったらきっと以前の俺のようにカイトのそばから離れている。そうかもな。だから敵の襲撃でやられているってことは考えなくていいと思う。心配すべきはドラクモンの進化だ。カイト君の精神が不安定ならばまずい。ドラクモンが悪い進化をしてカイト君を襲うかもしれないってことですか。そうだ。その場合カイト君がやられた後、次の矛先は我々となる。そうだね。僕もアグモンの意見に賛成だ。カイトを諦めるのは今じゃなくていい。遊園地が霧に飲まれたり、新しい建物が生まれたり、この世界は今大きく動いてるよね。何が起こるかわからない今の現状を教授が心配してくれているのもわかる。だから異変があったらすぐに校舎に戻るって約束しよう。自分たちの安全を一番にしながら探すんだ。なるほど、いいんじゃねえの。俺もやっぱ何もせずに諦めたくはねえし。わかった。君たちの意思を尊重しよう。もちろん私もやれるだけのことはやる。そうだね。カイトが無事に合流できるならそれがやっぱり一番いいもん。カイト君、絶対に見つけてみせるわ。Thank you.
Thank you.
Thank you.
覚悟。ケルベロモン、これならば。
ン。
私が動く。私が動く。動くべきか。動くべきか。
なんでミユを殺した。なんで、誰だミユって。俺は関係ない。黙れ。てめえらは全員敵だ。全員ミユの仇だ。一匹残らずぶっ潰す。全員ミユを奪ったやつと同じだ。てめえらは罰を受けるべき化け物なんだよ。カイト、少し休んだ方がいい。俺もお前も疲れてる。ここで襲われたらひとたまりもないぞ。休んでなんかいられるか。一匹でも多く潰さねえとミユが報われねえ。カイト、多分ミユはそんなこと望んじゃいなかったぜ。黙れ。俺に逆らうな。てめえが悪いんだろ。てめえが弱いから。てめえがもっと強ければ全部うまくいったんだ。本当にそう思ってるか。な、てめえ弱いのはてめえじゃなく俺だ。俺さえもっと強ければ、あの図書館で奴らを皆殺しにしてミュウの仇を取れた。違う、そもそもミュウが死ななくてよかった。俺がもっと強ければ救えたはずなんだ。力が欲しい。もっと強い力が。そのためだったら俺は何でもするのに。今さらどんな犠牲や代償だって怖くない。全てを壊す力があれば俺は。カイト、人間の子供よ、今の言葉は本当か。誰だ。カイト、あそこだ。先ほどの言葉、嘘偽りはあるまいな。てめえはピエモン。力を求めるならばついてくるがよい。俺はカイト、まさかピエモンと行くつもりか。あいつが俺を騙そうとしてるなら土壇場で潰せばいい。言っただろう、ミュウの仇を撃てるなら俺はどんな代償だって払う。わかった何をしてる。行くぞ。はいはい、せっかちだな、まったく。Thank you.
人影見えないな。アグモン、何か見つけた？うわっ、タクマ見てこれ、足跡だよ。本当だ、偉いぞアグモン。足跡、形が違うのがあるね。こっちはドラクモンのかな。うん、そうだと思うけど。まあ、ねえ、この跡が向かってるのって校舎とは全然反対の方だよね。うん、どこに向かって歩いてるんだろう。たくまくん、お待たせ。あ、葵、それにみんなも早かったね。みんな校舎に集まってくれていたからすぐに追いつけてよかったわ。足跡を調べていたのか。うん、ほら、これ。この足跡はおかしいぞ。3種類ある。カイト君とドラクモンと、あと一つは何だ。カイトたちが戦った相手のとか。いや、でもそれにしちゃ変だな。ああ、この並びなら足跡の持ち主は争わずに同じ方向へ歩いている。嫌な感じ。ねえ、足跡を追いかけてみようよ。そうね、もし足跡がカイトたちのものならどの道放ってはおけないし。うん、行こう。おい、いつまで歩かせる気だ。そう恐れるな。邪魔が入らぬのなら場所はどこであれ。おい、こいつひでえ傷じゃねえか。今までこんな大怪我を隠してやがったのか。そうだ、貴様が手を下さずとも私はもうじき消滅する。もはや動けぬこの身はいずれ霧に飲み込まれ武士の荷へとされるのだろう。だが、そんな末後私は認めん。我らをただの荷へとしか考えておらぬ武士にむざむざ飲み込まれその一部になることなど。愚痴を聞かせにここまで連れてきたのか。てめえの後悔なんざどうでもいい。とどめなら刺してやるから、あの世で詫びろ。強くなりたいのだろう。あ？カイト、耳を貸すなよ、罠だ。黙ってろ。続けろよ、今のはどういう意味だ。カイト、世界が憎いのだろう。力で復讐したいのだろう。ああ、強くなりたい。強くなって世界に復讐したい。ミュウを傷つけた。
二つの世界に。ならば強くなる方法を教えてやろう。貴様のその世界を憎む意志を持って相棒を我に捧げるのだ。何を言ってやがる。ドラクモン、いや、その進化形態ヴァンデモン。ヴァンデモンと私が融合さえすれば、貴様の望む力が手に入る。すべての世界に復讐する力がな。融合だと？そんなことが可能なのか？わざわざてめえにドラクモンを食わせろってことか。おじけづいたか。こんな瀕死の相手が貴様ごときを騙して殺そうとしているとでも。己の命を惜しむその程度で世界に復讐など遂げられるはずが。お前まさか死にたくないから適当な嘘をついているんじゃねえだろうな。浅はかな。安心しろ。どう転ぼうとも私は消え去る。ヴァンデモンを吸収すれば私の意識はどうせ消滅するだろう。あとはこの世界を憎む意志のみが新たな力となって貴様の望みを叶える。どうせ消えるならば私とて主に世界に一心報いたい。どうする。私がこのまま死ねば力は手に入らないぞ。世界への復讐。俺はドラクモン。な、カイト、本気か？わかるだろう。他の誰でもないてめえだからこそ今俺が渇望してるものがわかるはずだ。ああ、伝わってくる。お前の心のどうしようもない真っ黒な炎が。そうか、本気なんだな。わかった、お前の決断だ。ついていく。それでいい。願い、思い描くのだ。この世界への憎しみを、復讐を。なあカイト。なんだ。俺はお前の相棒になれたか。ああ、感謝してる。そうか。じゃあ行くぜ。いいぞ。さあ求めよ。自身の願いを叶えるに足る力を。俺から大切なものを奪っていくこの世界を憎む。この世界を破壊する力、復讐の力を俺によこせ。ヴァンデモン融合。ピエモン融合。
ボルト・バウタモン。ボルト・バウタモン。そうだ、私を生み出した人間よ。私はあなたの剣。遥かな野望に向けてどこまでも突き従いましょう。カイト、やっと見つけた。タクマ、ドラクモンは？それにそばにいるやつは？よう、タクマ、見てくれよ。ドラクモンは融合して新たな存在になったんだ。何を言っているの？融合って、まさか。ドラクモンを他の獣神と混ぜたということか？ああ、そうさ。ドラクモンはピエモンと一つになった。そう、俺はついに手に入れたんだ、究極の力ってやつをさ。バカなことを。そんなことをしたらドラクモンはもう帰ってこられないかもしれないのに。嘘でしょ？カイトは自分の意志でドラクモンを犠牲にしたの？犠牲に見合った力は得られた。俺にはわかる。ボルト・バウタモンは究極の力だ。この力で俺は二つの世界へ復讐する。ミュウを顧みなかったくだらない世界を滅ぼすんだ。何言っちゃってんだよ。目を覚ませよカイト。俺は正気だ。てめえらこそ目が曇ってるんじゃねえか。ボルト・バウタモンを見てわからないのか。このほとばしる力を感じないのか。てめえらに思い知らせてやる。まずは主、そしてそれに組みするミユキを抹殺する。なんだと？そうすりゃ鈍いてめえらもボルト・バウタモンの力を理解するだろうよ。冷静になるんだカイト。ミユキは僕たちの仲間じゃないか。それにミユキは僕たちが元の世界に戻るために絶対必要だ。殺してしまったら戻れなくなるんだぞ。それがどうした？本気なのか？そうやってビビってたからミユは死んだんだ。俺はもう迷わない。もう何にも屈しない。世界を破壊し復讐を遂げるんだ。ギャンギャン騒いで俺の邪魔をするならまずはてめえらから始末してやる。ボルト・バウタモン。はい、カイト。タクマたちを滅ぼせ。カイト！世界がどうのこうの、くだらねえ正義で俺の復讐を邪魔するなら、てめえらも俺の敵だ。ごめんよ、虫けらの皆さん。迷わない。
道を切り開く。手助けが必要なようだな。金剛界マンダラ。私の動き読めますか。立ってあげましょう。クソドロー、なんだよこの強さ。弱すぎだろ。まったく情けねえ。てめえら、そんな程度で主と戦おうとしてたのか。勝てるわけねえだろ。けど安心しろ、主は俺たちがぶっ潰す。世界ごとな。ダメだカイト、そんなことをしてもミュウが喜ぶはずがない。んだと、知った口を叩くんだな、タクマ。ミュウのことはな、俺が、兄のこの俺が一番分かってんだよ。それともてめえ、まさかミュウに惚れてたのか。は？てめえもあのストーカーと同じミュウを追い詰めるクソ野郎だったってか。ああ。気づきになりましたか、カイト。ああ。見つけた。見つけた。そこにいたのか。行くぞ、ボルトバートモン。はあ。すべては復讐のため、すべてを滅し、カイトの心を晴らすため。なんだ、何が起こって。タクマ君、大丈夫？しっかりして。大丈夫、問題ないよ。それよりカイトを追わないと。あんな強いやつ追いかけたって勝てるのか。今度こそ本当に殺されちまうかもしれねえぞ。恐れる気持ちはわかる。だが行かなければまずい。どういうことだ。カイトが察知した気配、あれはおそらく主、ミユキの気配か。ああ、もしミユキごと主がボルトバウタモンに消滅させられてしまったら、私たち帰れなくなる。うん、それだけじゃない。両方の世界が危ないってこと？まずいじゃない。どうする、カイトたちの足取りを追うか。いや、消耗が激しい。一度校舎に戻ろう。
少しだけでも体を回復させたらすぐに主のところへ向かうんだ。でも今すぐ追いかけなきゃ、私たちには主がどこにいるかなんてわからないわ。いや、私は主の居所を知っている。なんだって？レナモンはカイトを探す方針が揺れないように探し終わるまで黙ってくれていたんだ。レナモン、今こそ教えてくれ、主の居場所を。主の本体は祠の地下にいる。